海水淡水化。海水淡水化とは、海水を処理して、淡水、清水を作り出すこと、及びその設備を指す。飲料用等で、真水が必要とされる場所の近くに、淡水源、河川、故障等がなく、気候等の関係で添水、雨の利用も難しい場合、もしその場所が海辺であれば、海水を処理して、淡水を作り出し、利用することが行われている。 このプロセスを海水炭水化と呼ぶ。海水には約3.5%の塩分が含まれており、そのままでは飲用に適さない。飲用水とするためには塩分濃度を0.05%以下にまで下げる必要がある。海水炭水化プロセスの基本は海水からの脱塩処理である。実用化されている海水炭水化方式としては多段フラッシュ。 逆浸東方の二方式が主である。海水を熱して蒸発、フラッシュさせ、再び冷やして、真水にする。つまり、海水を蒸留して、淡水を作り出す方式である。熱効率を良くするため減圧蒸留されている。実用プラントでは、多数の減圧質を組み合わせているので、多段フラッシュ方式と呼ばれている。生成された淡水の塩分濃度は低く、午後5時。 未満程度である。大量の淡水を作り出すことができ、海水の品質を問わないが、熱効率が大変悪く多量のエネルギーを投入する必要がある。この方式は、エネルギー資源に余裕のある中東の産油国に多く採用されており、多くの国々では飲用水のほとんどをこれらの作り水プラントで生産している。日本からは、笹倉、三菱重工業、 IHI、日立造船等のメーカーのプラントが輸出されている。熱源としては発電所の複水や油性から上がってくる、水半ガスや、生成時に発生する、オフガスが利用され、冷却にはやはり海水が使用される。このため、海水炭水化プラントは製油所や火力発電所に併設される場合が多い。サウジアラビアの海水炭水化工団では、 多段フラッシュ方式の大型海水淡水化プラントを多数稼働させている。例えば1981年に稼働したゼッタナンバー4プラントの生産水量は日量22万トンであり、2005年9月現在の世界最大のプラントは同工団がアシュベールに持つ日量100万トンのものである。サウジアラビアではこれらを工業用水や一般家庭用水のモンド源としており、 さらに余剰の淡水を農業用水としても利用している。海水に圧力をかけて逆浸透膜、路膜、リバースオスモーシスメンブレンと呼ばれるろ過膜の一種に通し海水の塩分を濃縮して捨て淡水をこし出す方式である。フラッシュ法よりエネルギー効率に優れている反面、路膜が海水中の微生物や石質物で目詰まりしないよう。 入念に全処理する必要があること、整備にコストがかかること等の難点がある。生成された炭水の塩分濃度は上流を行うフラッシュ方式と比較して若干高く 100ppm 未満である。1990年代までは比較的小規模のものが多かった。しかし近年は日量1万トンを超える大型プラントは世界的に 大部分がこの形式で建設されている。ロマクは、元の海水の塩分濃度が高いほど、また栄ようとする淡水の塩分濃度が低いほど高い、圧力をかけてろ過する必要があるが、例えば平均的な塩分3.5%の海水から、日本の飲料水基準に適合する塩分0.01%の淡水を得る場合、2005年現在で、 最低55気圧程度が必要である。このため、路膜は圧力に耐えるよう、以下のいずれかの構造で作られる。加圧には、タービンポンプや、プランジャーポンプなどの高圧ポンプが使用される。2002年時点で、立方メートルあたり 3kWh 程度で製造でき、単価は170円ごと立方メートル以下という報告がある。二千五年十月現在、 世界最大の逆浸透崩壊水炭水化プラントはイスラエルのアシュケロンにあり日量33万トンの炭水を工業用や家庭用に供給している他に中東地域地中海沿岸シンガポールなどに大型プラントが多い日本最大のものは福岡市東区にあるマミズピアで炭水供給量は日量5万トンであるなお 2006年現在、世界で海水炭水化用の逆浸透膜を最も多く製造している国は日本であると推定されているが、生産国が日米欧以外の国々に拡大し、それらの国々での統計データが不明であることから、必ずしも正確ではない。多重公用蒸発法とも呼ぶ、多段フラッシュと同様の蒸発式の技法だが、 複数の効果間を連結する仕組みとなっている。蒸気のほか、超音波を液体に照射することで液体が切り替し、分離する超音波切り替分離を利用した手法もある。CIS 諸国内陸部では、塩湖であるカスピ海の水を炭水化して、飲料水としている。カザフスタンのアクタウ原子力発電所では、熱源として、高速増殖ロビン350を利用した。 海水淡水化が行われていた。生産水量は日量12万トン。この原子炉は老朽化したことと、排液の貯蔵エリアが満杯になったこと等から1999年により廃止措置中である。なお、カザフスタンでは2030年までに4から6基の動力炉の建設を検討している。海水を高温蒸発させるフラッシュ方式。 常温加圧する逆浸透法ともに、作り水したままの清水は、引用には適さない。作り水された淡水は低温処理を施しただけなので、殺菌されているとは言えないため、引用する場合は、塩素消毒やオゾンによる、高度浄水処理により殺菌する必要がある。また海水から製造された淡水は、陸上の淡水と比べて溶け込んでいる物質の組成が、大きく異なるため、 ひどく、まずいと言われる。このため、生産された炭水は、ミネラル分を添加、または、イオン交換樹脂を使って、一部のイオンを除去するなどして、味を調整した後に給水される。原子力潜水艦、中でも、戦略パトロールに赴く、弾道ミサイル原子力潜水艦は、作戦中は気候せずに、海中で数ヶ月を過ごす。この間の酸素と飲料水は、 原子炉をエネルギー源として海水から作り出される。また、原子力空母や大型艦艇の多くも海水を炭水化して需要にあけて,ている。日本の関西電力や九州電力のいくつかの原子力発電所では、蒸発砲や逆浸透膜を使った海水淡水化プラントが併設され、発電所内の清水需要を満たしている。 また、外洋航路の民間船舶にも小型のフラッシュ方式や逆浸透方式を利用した海水淡水化設備が搭載される。フラッシュ方式では船舶のエンジンやボイラーの予熱を有効利用するものが増えている。ただし、ボイラーの蒸気の源を海水とする場合は、フラッシュ方式で得た淡水をさらに逆浸透膜、またはイオン交換樹脂で処理し、 純粋に近い水としてから用いる必要があるため、両者が併用される形となることが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。